POG2025 から26 G1 サラブレッドクラブ関東馬前頭チェックパート4っていうことで、まあ34頭チェックしていくうちの、まあ募集番号で言うと27番から34番。まあ関東馬これで全部終わりで、また関西馬も34頭いいんだよね。同じような感じでね、また続けていくというところなんですが、まあ久しぶりにね、この間 G1 サラブレッドクラブの馬が重賞勝ってね、ここもやっぱりしっかりチェックをしていかなきゃいけないというところなんでね、まあ気合を入れ直してやっていこうと思います。というわけでね、まあ早速行きましょうか。募集番号27番サンソブールの23牝馬、父シスキン、母の父キングカメハメハ。募集価格2000万円で和田翔一郎厩舎。出産時の母の年齢が12歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。お兄さんのクールミラボーは如月賞の3着、お母さんは愛知杯2着馬ってことで、まあ、4代母のライトバンクからがね、イタリアオークス馬でこれが輸入されてきて、まあ、当時はね、イタリアでも何でもヨーロッパのオークス馬輸入されてきてすげえなと、なかなか頑張ったなというのがね、日本の馬さんだったんですが、まあ、サンデーサイレンス、ディープインパクトと、レベルが上がっていく中で、各地の有力繁殖牝馬が日本に集まるようになってきて、まあ、ついでにイタリアのレベルも落ちてきて、イタリアオークス G1 だったのがね、G2、G3、G2 今、とかってなっちゃってんだよね。まあなんだけれども、まあこの品系はね、こういう重賞2着3着まだまだ活躍は出続けているところ、特にね、まあこのライトバンクとドクターデビアスっていうところから品系が広がってね、まあドクターデビアスも、まあ日本を出た後イタリアでリーディングサイヤーになったんだっけ。まあイタリア地味た血統のね、このボトムに流れるイタリアの血がですね、まだ興味深くはあるかなというところではあるんですけどね。まあとはいえ重賞勝ちきれていない、まあ、和田翔一郎厩舎も、まあお重賞さん以外なかなかこうっていう感じの中で、まあ POG 的にはこうどうしようかなというラインになってきてしまうと思います。まあそしてリバースシンキングの23、募集番号28番、父ポエティックフレア、母の父ディープブリランテ、募集価格1600万円で美穂の西田厩舎。出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が7歳。4代母ミシルビルは CCA オークスガゼルハンデの勝ち馬、まあ、ただこれG1 とかっていう概念ができる前1960年代の話で、これあれ本当にそれでいいのかなって感じなんだけどね、国内で活躍馬が出せていないところで、これでね、ネット競馬だとそう出てくるんだけど、正しいかどうか、まあとにかくね、活躍馬が出ていない分子みたいな感じでね、品形ってことでね、なってしまってるんでね、まあ厩舎も若手だし、まあどっちにしても期待値は低そうだなというような感じでね、まあこれも狙いづらい気はしてしまうところです。そして募集番号29番。シータリズムの23、牝馬、父里のダイヤモンド、母ループデベガ。募集価格1600万円で美穂の加藤隆之厩舎。出産時の母の年齢が5歳、母出産時の祖母の年齢が5歳。祖母シーティスは重賞2着の活躍馬、まあただね、その輸入された祖母の産駒で勝ち上がってんのが1頭のみというところでね、まあ下級条件勝ちまで、しかもまあだからまあ500万下まで勝ったぐらいかなぐらいのとこまででね、まあ評価としてはちょっとしづらい品系ということにはなってしまいますよね。里のダイヤモンドもまあ初年度2年目のね、3区の動きがいまいち、3世代目の今回もなというような感じで、まだ目立つ3区が出ていないんでね、まあ徐々に種付け数が減ってきているところで、これは狙いづらい気がしてしまうところです。そして募集番号30番、ディレクターの23、ボバ、父シルバーステート、母の父アノディン。募集価格4000万円で美穂の田中博康厩舎。出産時の母の年齢が6歳、母出産時の祖母の年齢が15歳。お母さんは G3 の勝ち馬ですね、まあ重賞勝ってる輸入繁殖牝馬の初子の、まあボバなんでね、まあ初子の牝馬ほどマイナス要素はないんですが、まああとはね、狙うべきポイントとしてね、若手期待の調教師で、まあ初子のね、ボバですから、これはまあ狙いどころっちゃ狙いどころ、まあ持ち込みの下みたいな感じでね、まあ持ち込みの時お腹空っぽだったのか、まあ、若い繁殖牝馬、輸入繁殖牝馬、未知数な魅力があるところに若手のね、期待株、ここの厩舎はもう結果出してますからね、まあこれは指名に値する可能性があるんでね、情報を待ちたいと思います。そして募集番号31番、セブンスセンスの23、牝馬、父シルバーステート、母の父キングカメハメハ。募集価格1800万円で美穂の鹿と雄一厩舎。出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が20歳。叔父のシックスセンスは京都近年の勝ち馬。
祖母でインスカヤは G2 勝ちということでね、まあシックスセンスもね、一応主母が入りしてるし、まあ名品系と言ってもいいでしょう。ただね、お兄さんお姉さんがね、JRA 未勝利。まあ母出産時の祖母、ね、の母のね、出産時の母の年齢10歳、まだ若いんだけれども、まあそこがね、高齢出産の産区だったりして、ちょっと弱さがあるところ。まあシルバーステート産区の牝馬で、これが定価が1800万だとすれば、母馬だったら3000万ぐらい、2800から3000万ぐらい。まあそう考えると、ディレクターの23の種、あの値付けはちょっとお高めなのかなとかね。まあやっぱ期待はそっちだよねとかってね、あの比べてもなってしまうところ、まあそういうふうにね、比べる要素としては、あれなんですけどね。まあそんな感じですかね。まあ、そして募集番号32番、サルサドゥーラの23。ボバ、父シニスターミニスター、母の父ゴールドアリュール、募集価格2800万円で、美穂の奥村武史厩舎、出産時の母の年齢が13歳。母出産時の祖母の年齢が19歳。叔父のタイムトゥーチェンジは軽半杯の3着馬ですね。まあ、国内重賞勝ちきれてはいない地味な品系でね、まあ、お兄さんお姉さんの勝ち上がりも1頭、まあ、それもまあ500万した勝ちの2勝馬までというところを考えると、下級条件までしか勝ってないってことを考えるとね、まあ、やっぱりこれもちょっと狙うにしては、まあ、しかもダートですからね、まあ、よっぽどこう、直前まで聞いて動きがいいとかじゃないと出資するにしても、まあ、ダートクラシック路線狙いで指名するにしてもね、可能性は薄いと思います。そして募集番号33番、ゴールデンハープの23。牝馬、父ダノンスマッシュ、母の父ステイゴールド。募集価格1800万円で、美穂の田島都市厩舎、出産時の母の年齢が11歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。お姉さんのフォーエリートはフラワーカップ2着で、まあ、一応ね、フラワーカップ重賞2着今年あるんだけれども、今年のフラワーカップね、この間のシオンステークスでもそこら辺、うっすら信じてば、信じてっていうかね、一応地面上いけるかなと思って馬券買ってみたら全然ダメだったし、多分、フラワーカップ組今年めちゃくちゃレベル低いんだよね。まあ、実際ね、フォーエリートにしてもその他のレースは活躍できていないわけだし、フラワーカップの勝ち馬もそうだったはず。まあ、なのでね、これはちょっとレベルを疑問視すべきところで、まあ、つまり、近親に活躍馬がいるって言ってもな、まあ、2歳、3歳重賞でレベル低いところでね、まあ、事実上の500万した条件みたいなところで、たまたま馬券絡んじゃったような馬がね、こう活躍馬に出てきたとて、この品系が優秀だとは言い切れない。まあ、母の父ステイゴールドのね、このゴールデンハープが、繁殖入りしてるけれども、まあ、同じ JRA、2勝のね、クラスだったりするんだったら、お姉さんのスペシャルウィーク3区の方、アイリッシュハープだったっけを、ね、牧場に残しておいた方が何ぼかマシだったんじゃないかなと。まあ、ついでにね、その馬キャロットで、ね、母優先で募集してくれれば、俺も出資できたのになっていう。まあ、そんな感じでね、ちょっとこれは残す馬を、繁殖牝馬をね、残すのを兄弟でどっちに残すか間違ったんじゃないかっていうレベルで、ちょっと疑問が残る一頭ですね。まあ、そして募集番号34番、フィービューラーの23。牝馬、父フレンツェファイヤー、母の父黒船。募集価格1800万円で、美穂の和田雄一厩舎、出産時の母の年齢が10歳。母出産時の祖母の年齢が13歳。おじ、お母さんのお兄さんに重賞2勝のミトラ。まあ、新党以内って言うとね、活躍馬がそれぐらい。まあ、他にもね、名将サムソンがね、うっすらこう、その外ぐらいにいるような品型でね、まあ、ちょっとどっちかっていうと仕上がりが遅い印象、晩成の印象がある品型ってことにはなってしまいます。まあ、なのでね、POG 的には難しいところ、あとはまあ、未知数の新種ボバなんで、まあ、その中では比較的良血ってことでね、長く走ってほしいみたいなところでの出資もいいんだけれども、まあ、長く走ったとてね、牝馬の場合6歳3月定年だからねとかね、まあ、その辺も考慮に入れつつですね、まあ一応、ね、まあ新種馬の子なんでね、まあ動向は少し見ておきたいかなという気はするところです。以上ね、またこんな感じでチェック続けていくんでね、チャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。